どうも、エル歌舞伎のエルウダです。はい、どうも、デロリアン氏です。ということでね、はい。エル歌舞伎の今日の10分おろし始まりましたけれども、はい。あのね、なんか、何ですか？このやっぱ今、自粛、自宅にいなきゃいけないというね、はいはいはい、中で、まあ、どういう人がね、こう、コロナ疲れに陥りやすいのかというので、コロナ疲れ。うん、なんか独身の男性とバリキャリ女性に多いんじゃないかっていうのが、とあるサイトの方でありまして、で、うん、バリキャリって何なのかなと思ったら、はい、あのバリバリのキャリアウーマンを略した言い方だと。バリキャリ、うん、バリキャリって俺初めて聞いたなと思って、なんか、うん、タカさんが言いそうだよな。バリキャリみたいな。バリキャリじゃない、うん、言いそうな、うん、ほう、バリキャリいいのみたいな、うん、やりいいのみたいな、うん、言いそうだし、うん、という感じですよね。はい。くだらね。あれ、それで。やりーの、いきーの、バリキャリになりーの。いい。みたいな。あれ、いい、一呼吸置いてから言うんじゃないよ。あれ、言いたくなるね、やっぱり。うん。真似したくなるよね。いや、真似したくなる。あ、なんかさ、本邪魔かさんのネタ作ってた時にさ、検索、調べてたらさ、いや別にお前、本邪魔かさんの作家みたいに言うの、うん、あの、本邪魔かさんのを題材にした漫才、まあ、本邪魔かさんの題材にした漫才を作ってることもよくわかるんだけど、うん、あの、本邪魔かさんの題材にした漫才で調べたときに、はい、っていうかっていうのは、なんか、めぐみさんとか、あそこらへんからっていう。って言いますよね。え、すごいよね。ああ、そうだね。知らなかったでしょ？え？知らなかったでしょ？いや、あれじゃないの、だからもしかしたら、うん、今で言う EXIT じゃないけどさ、そういう感じなのかもしれない。だって、寺脇康文さんだかの、ちょっと違うかもしれないけど、厳密には、の、なんかラジオが、うん、岸谷五郎さんか、どっちかのラジオがめっちゃ。あ、岸谷さんじゃない？あ、そうだ、ちょっとブランチ違いで。その、うん、岸谷五郎さんのラジオのリポーターだかなんか、アシスタントで本邪魔かさんがいらっしゃって、そのラジオがめちゃめちゃ熱烈なファンが抱えてて、でそこで、てゆうかみたいな言葉もすごい流行っていって、みたいな。はい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 、はい。あの、ゆうかの名前の由来は、てゆうかっていうのが、巷で流行ってたから、覚えやすいからゆうかなんだからね。あ、だから、てゆうかゆうかみたいなってなかった？あ、そういう、あれしてたっけ？なんかそんなんなかった？あー、でも、なんか俺、あるんだよ。てゆうかゆうかっていうの残ってるの、たまに。まあ、由来がそうだから、まあそうなんだろうね。多分、多分そうじゃない？うん。だから、もろもろかみたいな。いや、それちげえだろう。うん。違うか。ちげえだろう。違うか。もろ、まあまあそうかもしれない。もろもろかさんみたいな。まずもろもろかだったら、もろかがよくわかんない。もろもろかさん吹けないね。もともと吹けてるからね。いやいや、ずっと、キッズリターンの時と、うん、なんか闇金牛島君で見た時、全然時系列変わってなかったもん。もろもろかさんとさ、うん、あの、なんか志村けんさんとさ、うん、やってた、あの、コントやってた人、なんだっけ、名前。わかる、江本さんじゃない？いや、そうそう。うん。が、もう区別つかない年になりましたね、私は。わかるよ。だから、お前の中で同じ箱に入れてんだろ、それ。そうそうそう、同じ箱に入ってたの。失礼な。マジで、マジで。まあまあ、わかるよ。うん。だから、みちょぱと藤田ニコルとか一瞬、うってなるような感じの。あ、まあ、もう本当、まあ、まあ、あそこら辺はもう、本当に。うん。だよね。まあ、難しいよ、私には。だね。もろもろか。さあ、そうね。ちなみに、バリバリのキャリアウーマンっていうのは、猛烈に働く女性。うん。ファッションや恋愛よりも、仕事やキャリアを重視しているような女性のありがとうを意味する子ということで。はいはい。だからさ、結構俺、この、今回のことでいろいろ思い出したのはさ、はい、よくネタ書きに喫茶店なんか昔っていうかちょっと前まで入ってたから、うん、ああいう新宿とかでさ結構ノートパソコン広げてずっともう一日中こもって仕事してたような人たちって今どうしてんだろうとかね、はい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 、多分家でやってるったりとかすると思うんだけど、うん、だ結構ツイッターなんかでもなんか割とさ今回のことで夫婦喧嘩が増えてるコロナ離婚があるとかっていうのがなんかそれが分かるとか書いてる人もいたね。なんかうん、コロナ離婚とかってさ、うん、もう元々うまくいってなかったんじゃないの？
でもね、俺はなんかで分かる気がするけど、なんか一緒にいすぎたらさ、うまくいかないことってあるじゃん、その相方でも。まあ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 、まあ、その適切な距離ってあると思うんだよね、人間同士の。ああ、なんか、だから俺の実家なんかどうすんだよって思っちゃったりするんだよな。ああ、もう四六時中ずっといるしなと思った。だから相当すごい忍耐力あんのかなとかって思ったりしちゃうな。ああ、そう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 、関係ないからな、もう。そうそうそう、まあまあ、そこはだから、それがうまくいく、あのビジネスパートナー兼普段のパートナーっていうのもあると思うし、なのかな、そういうのじゃないさ、やっぱりのもある、いるじゃん、そういうじゃない人もいるじゃん。お笑いコンビでも普段全く喋んない人と、あの打ち上げでもずっと2人でしか喋ってない雷みたいなやつがいるじゃん。いや、いいじゃねえかよ。いやいや、でも相当だよね、あれ。だって同級生だよ。まあね、なんかいい、よかった。なんか虹の黄昏がね、自分たちで主催してる忘年会とかが毎年あって、虹の黄昏の忘年会で初めて雷の2人が喧嘩したっていう噂は聞いたけどね。ねえ。で、なんで虹の黄昏も、あれ中学からの同級生なんだけど、で、一緒に住んでて、はい、虹の黄昏の忘年会で、初めて虹の黄昏の2人が喧嘩するのを見た人がいるそうです。うん、じゃあ、だって忘年会やんなくていいじゃねえかな。逆に言うと、どんだけお前ら仲いいんだって話だよね。まあそうだな、そうなることも踏まえてたもんな、多分な。そういうことよ。めちゃめちゃ仲いいんだな、ね。面白いやつらですよ。面白い人たちですよ、本当にね。ね、同級生からっていうのはすごいな。すごいよね。わかるよね、あの、デロリアンって元同級生ってやってたわけだし、俺もやってたけど。そう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 。難しくない？俺は難しかったけどね。いやー、やっぱね、その、高校の時とかの感じと、うん、わかるよ。変わるよね。ノリで行けなくなるっていうか、で、まあ、あとさ、若くして始めるから、俺もさ、やっぱこう、かっこつけてさ、その吉本でいたから、その、コンビ同士が喋るのダサいみたいな雰囲気あったのよ。はい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 。そんなのね、もう関係なくやってればよかったんだけど、今思えば。まあそうですな。ちょっとできなかったっすね、あの時の俺には。なるほどね。あ、まあ、まあダウンタウン病じゃないですかね。いや、それも、それもちろんよ。ね、そういうこと。もちろん。うん。ねえ。なるほど。でもこれ、どうなっちゃうんだろうね、本当にこれ長引くんじゃないかっていう見立てが結構あるけどさ、今ニュースなんかでも。はい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 。ライブなんてすごい先だろうね、できるようなもん。いや、だ順番的には結構最後の方だろう。最初にダメになって最後だろう。だよね。だ最初に、うん、だ最初にこれ掴んだやつが、うん、まあ次のライブシーンの中のあれじゃない、うん、長者になってくるんじゃないですか、これは。その主催者側が行くとね。まあね。うん。っていうか、単純にこれ漫才次いつやるんだろうって普通に思うんだよね。あー、はい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 。1年とか空く可能性は全然あるでしょ。だよね。うん。だこれを機にさ、もう、うん、みんな、なんとか俺解散させるような噂流したいなと思ってね。いやいやいや、もう普通に解散してるやつもいるし、いっぱい。もう周りのやつらどんどん解散に追い込むような。いやいやいや、いいんですよ。いいのよ。この作戦をね、逆に考えてますよ。逆に言うとさ、ああ再結成するやつとかも出てくるかもな。できるようになったら。あー、そうだね。相方にはわかるじゃん。はい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 。なんか。いるかもしんないね。だってナイツの花輪さんも一人で漫才ですよ、ツイッターで。ナイツの花輪、片方の目にメガネかけて、昔の清水明みたいに半分半分でやってたよ、うん、なんか。あー、ほんとに。うん。なんかもうすげえ面白いの。なんか、それがなんかもうバカバカしいじゃん。まあね。なのにリプランにさ、真面目に見てる人がいてさ、土屋さんのうまさがよくわかりましたって書いてる人がいて、そういうことじゃねえだろ。ひでえな。真面目に笑い。真面目に見てるんですよ。でもその人はその本当に多分好きだろうね。いやいや、いいんですよ、それはね。絶対人を傷つけない笑い好きなやつじゃないから、そんな。いや、まあ分かんないけどね。絶対そんなやつない。人を傷つけない笑い好きなやつ、ナイツさん見に行かれたの、多分。たまたまこれを機にね、新しいお客さんを獲得するんだから、今、この時期に。まあそうね。
そういうことですよ。今、意外とね、そう、そういうふうにね、目を向けた方がいいと思うんですよ。まあまあまあ、次のね、なんか、まあでもどういう表現があるかなってのは考えてるけどね、俺も。いや、だと思うけどね。ね、今ほら、ハンコなくそうとかって話し合ったりするじゃない。はいはい、ありますね。だから、ここに変えて、今、変革の時期だと思いますから、どうぞ。そうね、いろいろ変わっていきますから。そう、大事ですよ、これは今。ねえ。まあまあ、ちょっとこれもね、また喋りましょう。漫才をね、いつできるようになるのか。そして、その、もしできない期間が長引いた時に、俺らは何をやっていくのかっていうのをね。いや、本当に。公開で。うん。はい。だって、一昨日のね、僕がその、総合格闘技団体リングスについて喋る配信なんかやった おかげかね、博士がまた久々にリツイートしてくれて。はい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 。またね、水道橋博士をスペシャルゲストに呼んで、僕らの結成記念ライブとかね、やってた時みたいなことやりたいじゃないですか。まあそうですね。うん。いやでも、結成記念ライブはもう、善次郎さんで決まってるんで。善次郎さん固定ゲストなの。博士の入る隙間ないっすね。善次郎さんダメです。なんだよ、おい海外回ってこられてるんで、しばらく家にこもってもらいます、僕は。隔離だね。善次郎さんは隔離決定ということ。隔離ね。ねえ、まあまあまあ。はい。そんなとこですかね。またね、ちょっとここの配信でも漫才やりましょう、はい、来週ぐらい。ちょっと作ります。そうですね。うん、またお願いします。やります。といったところで、はい、また明日お聞きなさってください。お願いします。